長原の一個手前はやばお前嬉しそうで俺が結構滋賀で好きな地名、まあ、でも地名だけだったら長浜いや意味が分かるんだ地名だけだったら長浜間もなく左方向です。長浜の信号左、腹減ったな普通に。実際ビニール一旦荷物置きに宿行くかもそう、もうない今日でも宿遠いんじゃん熊本やん。あ、そうなんだ。え、めっちゃうまそう。アルファードって相当高ないっけ。え、めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。あ、人気じゃない。全員背中の農協みたいな人しか。これ着るしきたりなんや。これ着なあかんねや。これ何でお前だけ誰も着てないやつしてる。何で着てるの。そういうやれ。なるほど。あったもんだって。あったもんだって。待って、めっちゃいいやんこれ。めっちゃいいやんこれ。お前それ何に使うそれ。お前今さ練習してんの。ゾさん練習ってかもいいやん。ゾさんお前牡蠣焼くために生まれてきた顔をしてるやん。お前牡蠣焼くめっちゃ似合ってるやん。牡蠣焼くめっちゃ似合ってるんだよお前。牡蠣美味しい。これとこれいける。無理やこれ。何や力くるまえびほんまに似てるやん。マジ可能性感じひんやつあるよな。これ可能性しかないやつある。話しちゃう。花尾さんは生きてる？死んでる。ワンピース読んだ？死んでる。あ、死んだ。多分読み終わってると思う。さっきまでペラペラ。なるほどね。ルアさん最近どこ行ったん？海外。インド。何しんだ？チェンナイ。チェンナイはインドなの。ムンバイ。あー、ムンバイは行ってない。ゴア。ゴアも行ってない。ごめん、カノエコ出ちゃった。マハラでチェンナイ、ムンバイ、ゴア行っちゃった。カノエコそのネタあったと思います。さあ、それでは皆さんにデンガンさんの姿をここで見ていただきたいと思います。見てこれ、このアングル。容疑者完全に容疑者。これやってんな。これやってんな。これ完全に容疑者入ってんな。これはいい。ネガさんお前道路歩く。出ました ノーサイン。完全にベンガーさん完全に虚無モードに入りました。あれおやる気ある。どうこの景色お前。これいや、向こうに見えてる雲仙普賢岳。およくあの理科の授業でよく言ってる。めっちゃおもろいやんそれ。症状火山ね。お前が好きなお前が好きな症状火山よ。お前がようお世話になってる。よう言ってるって。あのこれさ、写真なんかインスタ映えスポットみたいな。せっかくやからちょっと撮ったらいいじゃん。これいきますよ。はい、チーズ。過去みたいになってるけど大丈夫。耐えた。あの演出だっけし。これなんかあの浜田湖のあのうんこすんなってお前。編集でうんこつけた人が撮りたのここで。編集でうんこつけた。九州めっちゃいいとこだらけやな、ほんまに。俺ら西日本にしか行かないな。はまれ誰を。あ、でもはまらなさそうやな。雲仙普賢岳の写真めっちゃいいやん。それ撮ろうよ、集合写真撮ろうよ。さすがにでもえ、でもいい感じちゃう。実はいい感じちゃう。すげえ。いや、お前らのこうなんかあのスタッフ感あるんかも。スタッフ感。俺は YouTuber と出てるやんけ。知らんやん。いやいやいや。ラーさん、ここどこなん。雲仙普賢岳じゃん。
まあ確かにまあニアフィンション雲仙普賢岳が見えるとこ。はい、だけど雲仙普賢岳の近くの道路道路結構さ、なんか異質な道路、なんか名前ついてそうやけど絶対異質な道路ですけども、まあなんかすごいいいところなのでね、皆さんぜひ九州に来た際は足を運んでみてください。やべえ、これ食べられねえ、てられないな、これてられな入ってるわ、これてられないな、これてられなさやさ、馬のうんこ落ちてる、誰が一番馬のうんこっぽいうんこできるか選手。なんなんその、はい、買ったとてみたいなの、買ったとて放送できるのか買ったとてみたいなの、馬のうんこフェスティバル、あれやな。でもまあ ドラクエやったらあのこの馬の糞1円で売れるからな。あれね、エネルギー源、あれサミー、これマジで噴火した、あ、そういうこと、今は多分無理やと思う、この結構日によって状態が変わって、今日は結構活発な方、活発だと思う、ね、あ、しかもこれ空港とかによっちゃさ、こっちとかの日もあるから、あ、そういうことね、確かに、うん、これでも多いじゃんね、これ九州全部やから、うん、あ、これ湯布院とかね、一番価値ないのはこの西郷隆盛かな西郷隆盛だ、そんな西郷隆盛外れか、500円、いけ、おお、どれ当たってほしい、どれ当たってほしい、この前半よ、俺的には軍艦島欲しいからね、俺的には、あ、軍艦島ね、深く来たから熊本城が多分結構当たりでしょ、真ん中に書いて西郷隆盛はいらんわ、西郷隆盛はカズだよな、完全に鹿児島県民に謝った方が、いや、お、その声は西郷隆盛さあ、まあ西南清掃以来だな、実もたち当たったよお前、いや、やばない、この二人のともこのフリー来たな、お前このノリ来たな、これだ、阿蘇郡、阿蘇村、すごい、阿蘇村、朝陽村、朝陽村、蘇陽町、蘇陽町、朝陽村って書いてない、ごめんなさい、これがいきなりだもん、いきなり団子、熊本名産いきなり団子って県民賞なんかでもあったでしょ、何を見てるんで、ごめんなさい、テレビ家にないんです、あら、かわいそう、ごめんなさい、あら、かわいそう、あら、かわいそう、はい、小麦粉のあれで包むの、へぇ、これ何ですか、芋ですか、うん、美味しいよ、本当に美味しい、食べます、じゃあ、うん、かそこで食べます、いきなりステーキ、いきなりステーキではない、いきなり団子怒られとるやん、お前、なんで怒られとるやん、お前、いきなりって言うんですよ、直接っていうことは、おばさんたちの時は直接、うん、じゃあ僕らが食べてる団子は間接団子なんですか、だからありがとうございます、これとこれ、これだから、ね、ちょこれダメですね、これダイレクトリー団子、こんなおじさんはダメですよ、本当に団子食べられへん話する、いや、これもダメ、団子じゃん、芋だもん、芋だもんよ、これ芋、いや、芋食べられへん、なんで芋食べられへん、だから太るのよそうですね、いや、え、僕太ってます、僕太ってます、ごめんなさい、すげえ、あちらこちらで念願さんがブランディングしてるやつや、それブランディングしてるやつ、海地獄でいいの、海地獄と鬼地獄、鬼地獄、鬼地獄、地獄、すげえ、これってもう見るだけだよ、これただ何や、何回も言うてる、ええ、そういや、でも、まあ、回ってから、いや、話聞く能力著しく低下するから、これでも入ったらどうなんねん、入ったらどうなんねやろな、これシム、え、でもさ、めちゃめちゃ綺麗やな、やばない、これ、これでもやばいな、これ、はい、ご覧のとおり、全体的にね、すごい謎の2カメ、謎の2カメ、ご覧のとおり、右左手の
あれが、ニューロウイルって言われておるね、やつですね。あそこからまあ SO2 とか NO2 とかいろいろ出てて、まあセンター科学42出た人には分からないかもしれないですけども、まあいろいろな、まあいろいろな有害物質が含まれておるので、暴力やめろ、危ないですね、そんなに。めっちゃ青い。わ、綺麗。シリカ、シリカ。SIO2。書いてある。シリカ、天然沈殿物であり。そうですね。めっちゃ綺麗やんこれ。これ入ったら死にそう。確かに。靴下のままでどうぞ。いや、靴のままでどうぞやったら分かるけど、靴下のままでどうぞってさ、要は脱げってことやん。でも安定にこの無職2人が無職2人が際立つっていうね。リストラされたもん俺だ。これあの体脂肪率2人とも引っかかってもあのそれでリストラ結構きついなハードル。そう、それでリストラの対象になって思うて。厳しい世の中、厳しい世の中やほんま。やってられへん。